忠岡町は、大阪府仙北地域に位置し、仙北群に唯一属する町であり、日本で一番面積の小さい町である。市町村まで含めると、日本で三番目に小さい。3 9 7 k 平方メートルと、日本一面積の小さい町。人口密度も町村の中で、福岡県かすや郡んめ町、広島県秋き郡府中町、愛知県天郡大春町に次いで、 第4位である。2009年10月1日、愛知県西春日井郡春日城が清須市に編入されたことに伴い、日本一面積の小さい町になった。大阪府の西南部、大阪湾に面する臨海平坦部に位置し、北東は大津川、牛滝川を境界に、泉大津市、泉市、南西は岸和田市にそれぞれ隣接している。町域は、 北東南西方向の幅が狭く、大阪湾に面する北西から内陸の南東へ細長く広がっており、その面積は3.97平方キロメートルである。また、大阪市中心部と関西国際空港からは、鉄道で約30分の通勤圏に位置している。ただ岡町の全域が市街地化されていて、臨海部と大津賀市は工業地として利用され、 中央線以南は南海本線忠岡駅周辺とシビックセンター周辺部の商業地を中心に住宅地が広がっている。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると4.69%減の17,298人であり、増減率は深43市町村34位、72行政区域中61位。 忠岡町では、全域で、町名整理が実施されており、新居浜3町目を除き、住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。定数12人統一地方選と、同一に定正議長、副議長令和2年12月現在、開発構成調整における、不祥事過去の選挙投票状況副町長、会計管理者副町長は条例により、 定数が1名となっているが、現在は不在となっている。会計管理者は法律により、筆致である。従前の助役は、平成16年10月26日以降不在。収入役は、平成15年9月30日以降不在であった。長所は、忠岡の、ただしの字の中と心を組み合わせ、海辺の鳥の羽ばたきを図案化したものである。円形は、 円満なる夕日発展を表し、血ぬちぬりの海の波頭に踊る街の姿を象徴したのだという、1973年2月1日に制定した、忠岡町花は、さつき。さつきは、忠岡町の街路に植樹され、ちょうど、中央線の忠岡神社より、臨海道路にかけて、中央分離帯に植えられていて町民から、親しまれている。また、 育病同行者も忠岡町には多く、一般住民に親しみやすい花であるとして1973年7月26日に町花に選定された。忠岡町木はクス。クスの木は四季を通じて、緑を保ち、郊外に強く傍中にも適し、樹齢を重ねることが容易であり、長寿を象徴するものとして、花と同日に町木に選定された。 ただお課長のイメージキャラクターは、ただお課長。頭には、だんじりの屋根をかぶり、手には、日本一小さな町と書かれた内輪を持ち、発っを羽織っている。町役場市長公室の架空部署、日本一元気化課長という肩書きで、町の各種イベント PR 活動を積極的に行っている。支え合う、ぬくもりのある町をキャッチフレーズとする。財政状況を示す。 各市数ただ岡郵便局とただ岡郵便局、ただ岡町の特産品として、毛布、ペットボトルリサイクル製品がある。上記の各郵便局には ATM が設置されている。ただ岡町内の郵便番号は595から 08XX で、周配業務は泉大津郵便局が担当している。ただ町消防本部公立ただ病院3月31日。 兵員、忠岡町公民会館、忠岡町文化会館、忠岡お忠岡町商工会、忠岡町には、以下の町立教育施設がある。一般国道大阪府道出展、町の有名人について、忠岡町ホームページ。ありがとうございます。